はごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスの新作チョコレートフラッフなんだティラミスだね、なんだっけ、ちょっと待ってくださいね。フォンダンショコラアーモンドフラペチーノアーモンドミルクモカと、もう何言うてんの自分。ほんチャンネル登録よろしくお願いします。冷やして温めてっていきたいので、まずフラペチーノから飲んでいきますね。ではいただきます。ごちそうさまでした。最初に飲んだこのフォンダンショコラフラペチーノは甘めのチョコレートが冷たい氷とともにふわっとふわってきて、冷たいんですけどしっかり甘さが感じられて美味しかった。それだけじゃなく中に結構大きなクッキーも入っていて、あれ吸っても吸っても終わらないなと思ってたのに、なんかそこから出てきて出てきて、それを噛んだ瞬間にザクザクとほろ苦いもう一つの味も感じられてよかったです。でこちらのアーモンドミルクモカ、やっぱりなんでしょう、ホット系ドリンクにありがちなんですけど、ちょっとフラペチーノに比べると甘さが弱いですね。なのでどちらかといえば落ち着いた時に飲みたい大人向けのドリンクといった印象。そしてこちらのアールグレイブーケティーラテ、うわー、どこかお花の爽やかな香りが口の中にふわっと広がってくるラティー紅茶でした。なので爽やかな気分になりたい時に飲むといいですね。で、フードについてですが、まず最初に食べたチョコレートケーキもチョコレートがかなり濃厚で、でも甘さは控えめ、苦味が強い、苦味もだからで苦味がそこまで強いわけでもない、バランスの取れたチョコレートだと思いました。ただ悪く言うとどっちつかずとも言えるのかなとも思いますね。その次に食べたモッチボールは相変わらずの弾力と、やはり甘酸っぱいいちごの味わい、チョコレートの濃厚な甘さ、どちらもっちりとした生地とよく合っていました。続いてパイチョコレートムースケーキ、こちらはどうだろうな、チョコレートはやはりチョコレートケーキと同様甘めで、下もスポンジもほろ苦い味があってよかったです。間に入ってるパイがなんか刺さりにくくて、むしろ邪魔してるかなと思いました。もうちょっと切りやすいパイの方が食べやすいので、せっかくなんか一体になろうとしているのにパイが邪魔をしているような気がしたのは少し残念ですね。最後に食べたクッキーパウンドケーキ、クッキーはザクザクしながらパウンドケーキは少ししっとりしすぎて口の中で水分かなり持っていきます。ドリンクと一緒にないと少しきついかもしれません。というわけで今回飲み物だとこちらのやはりこちらのフォンダンショコラフラペチーノ、あ、そうだ、石窯ヒローネ照り焼きチキンを忘れていました。照り焼きチキンはチキンのしっかりとした歯ごたえがあるのはもちろんのこと、キャベツも結構多めに入っていて口の中でザクザクとした心地よい音を奏でてくれました。で、改めましてこちらのドリンク部分ではこちらのフォンダンショコラフラペチーノが一番チョコレートの甘さを感じられて美味しかったです。一方スイーツはチョコレートケーキがシンプルながら一番苦味、旨味が感じられて、この大人向けのスイーツとして少し落ち着いたバレンタインを過ごしたい時にいいかなと思いましたので、今回はその2つを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。
お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。